Hey guys! This is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリサです。今日は英語で月、何月の月と曜日をどのように言うのか、それをしっかりめに押さえていきたいと思います。まあ、月が12個、曜日が7つあるので、単語としては、英単語としては覚えるものが多いと思います。なので、まあ、一つ一つその発音とこれを実際に会話で使うときに気をつけるべき点っていうのをこの動画で押さえていきます。まず月を見ていきましょう。1月は January January、はい、この発音ちょっと難しいですよね。 January、 これを早く言うと January になります。 January、このように分けて最初は練習していったら、早く行った時により正確な発音になっていくかなと思います。次もちょっと難しいんですよね。2月、 February February、 これも February、 このスペル的には B の Feb の後に R が入ってるんですけど、話す時はほとんど言いません。 FebruaryFebruary、 もうこの R が消えちゃうんですよね。なので、まあ、あんまり R は意識せず、スペルを書くときだけは確認して、話すときは February、 はい、このように発音してみてください。次に3月、 March March、 ここはR の発音をしっかり発音できたら大丈夫かなと思います。 March MarchApril April、 この単語でちょっと難しいのが Prol Prol、 この部分だと思います。 P と R と L があるので、これをつなげるのが少し難しいと思うんですけど、これも分けながら発音を練習していったらいいと思います。 P-R-O、 これがつながるとプロプロ、このプロっていう時に口を縦に開けてみてください。そうすると少しもう少し発音しやすくなると思います。 April。 次に5月、 May May、 はい、これはポイントは伸ばすところですね。 May A としっかり伸ばしましょう。次に6月、June June、 はい、まあ、ここでポイントになるのはジュという音とんっていうところですね。この N の発音をしっかりしてあげるとはっきりとした June になります。次に7月、 July July、 はい、これも June と一緒でジュの音をしっかり発音してあげて、その後にすぐ L の発音がきます。 July July、 このジュっていう時にジュってはっきりユっていう必要はありません。柔らかくジュジュというふうに言ってすぐ LY がきます。 Lie July July、 Lie に力を入れてください。次に8月、 AugustAugust、 ここで注意してほしいのは、あーという時に、おーっていうふうに口を固く、おーっていう形にするんではなくて、あー、この口を柔らかくして、下に少し力を抜きながら、顎を下に向けて、あー、力を抜いて、あー、これを練習してほしいです。August、 最後の部分は、ガストじゃなくて Gist Gist で大丈夫です。 Gist、 はい、ここを注意しながら、発音してみましょう。 August August。 次に9月、 September September、 はい、これも発音が並んでるところが多いです。なのでセのところはいいんですけど、プテンバー、プテ
September、September。この部分を注意しながら発音してみてください。September、September。次に10月。October、October。これも August、8月の August とほぼ同じような発音になります。最初の O が。October、October、October、October。はい、このように分けながら発音を練習してみてください。次に11月。November、November。これは November、November。で、ポイントは V のところですね。V。これが上の前歯で軽く下唇を押さえる。押さえながら V、V というふうに声を出してください。November。November。最後に12月ですね。December、December。はい、これはポイントは December。ちょっとちっちゃい通みたいな感覚でこの December ちょっと跳ねる感じで発音するとネイティブに近い音になると思います。December、December、December、December。次に曜日の単語を見ていきます。月曜日は Monday、 Monday、 はい、これは割と簡単かなと思います。ただ Monday じゃなくて Monday、 A と力を抜きながら最後伸ばしてください。 Monday。 次、火曜日 Tuesday、 Tuesday。 はい、これはToo's day ですね。Tuesday、Tuesday。地域によっては Tuesday で発音する人もいるので、もし Tuesday が言いづらかったら Tuesday でも伝わります。Tuesday。次に水曜日。Wednesday、Wednesday。これは本当にスペルと全然違う発音ですよね。スペルでは Wednesday になってるんですけど、発音するときはもうほとんどこの ness っていうのは言わないで Wednesday、Wednesday。 あまりスペルにとらわれずに Wednesday、はい、このように発音を覚えてもらえたらいいと思います。木曜日 Thursday、 Thursday。 ここのポイントは Thですね。ちゃんとこの下を前歯、上の前歯と下の前歯の間に舌を入れてというふうに、もうちょっと唾が、ね、出てきそうになるんですけど、そのような感じで発音してみてください。Thursday、 Thursday、 Thursday。 次に金曜日 Friday、 Friday。 ここで少し難しくなるのが Ryこの R の発音ですね。 Fry、 Fry。 ポイントとしてはこの F っていうのを簡単に柔らかく力を抜きながら言ってもらったらいいかなと思います。 Friday、 のところに力を入れてください。 Friday、 Friday。 次に土曜日 Saturday、 Saturday。 はい、この発音は、まあ、ポイントになるのはSaturday のところを、まあ、T が入ってるんですけど、ネイティブの人はほとんど、特にアメリカ英語圏では L に変化してしまいます。 Saturday、 Saturday じゃなくて Saturday、 Saturday、 Saturday。 はい、このような発音になるので、T がまあ L に変化するっていうふうに覚えて練習してもらえたらいいかなと思います。1週間の最後、日曜日 Sunday、 Sunday。
ほとんどマンデーと同じ発音です。 S と M の違いだけですね。サンデー、サンデー、サンデー。はい、ここまで月と曜日の発音を見てきました。まあ、それぞれ丁寧に練習していたんですけれども、ではこの曜日と月を使うときに、英会話で使うときに注意するべきところがあります。それがこの順番ですね。日本語では日付を伝えるときに一番大きい単位から伝えると思います。年を言って月を言って日付を伝えるっていうことが多いと思うんですけど、アメリカの英語圏だと先に月を伝えます。例えば5月12日2021年の場合は5月が先に来ます。 May 12th 2021。 曜日が先に来て、その後に日付、そして最後に年が来ます。ちょっとミックスしてる順番ですよね。逆にイギリスの場合は一番小さな単位から言います。なので先に 12th May 2021、 分かりやすいですね。一番小さな単位から言っていくのがイギリス式です。はい、なので自分がいる文化圏に合わせてこの日付の順番を気をつけて言ってみてください。また2点目に注意してほしいのが、頭文字は必ず大文字にすることですね。この月と曜日を書くとき、January だったら J を大文字で書く、 Monday だったら M を大文字で書く。はい、これは書くときに注意することなんですけど、はい、そのように曜日っていうのは大文字で書くようにいつもしましょう。最後にもう一点注意する部分が前置詞です。英語の前置詞 on とか in とか at とか、こういうのを時間の前に入れるんですけど、曜日と月の時は何を入れるか。まずは月、1月2月の時は in を入れます。はい、in 以外は使いません。なので例えば I'm going to Australia in December. 12月にオーストラリアへ行きます。In December. はい。とか、I took this picture in March. この写真は3月に撮りました。はい。このように、月は in を入れてください。ただし、月だけだったら in でいいんですけど、具体的な曜日の場合は on を使います。例えば、10月6日だったら、On October 6th. In October 6th とは言いません。On. より具体的になると On になります。例えば、I was born on January 20th. 私は1月20日に生まれました。この場合は On です。具体的な日付は On。また、曜日の時も On を使います。I'll see you on Monday. 月曜日に会いましょう。これはOn Monday。 また Are you free on Tuesday afternoon? あなたは火曜日の午後空いてますか？これも On Tuesday afternoon。 はい、今日の動画では月と曜日の発音をまず確認して、その後に少し会話で使う時の注意点などを話しました。この動画を見ながら発音を一層マスターして、また使い方なども確認しながら英会話の中で楽しんでみてください。ちなみになんですけど、それぞれ Monday とか January とか由来があるんですよね。でその由来までは今日話さなかったんですけど、下の URL に由来を詳しく載せてあります。由来まで分かると覚えやすくなると思うので、ぜひ楽しんでみてください。 OK guys! See you next time!